ここでですね、一つ時事ニュースをお届けしたいと思います。まずは左側、GDP の速報値が出ました。年率で2.0%減、GDP が減ってるってことです。当然いい話じゃありませんよ。で、1月から3月に四半期ぶりのマイナス成長ということで、何にしてもね、国内産業がもうとにかくやられまくってるってことなんですよ。なんとか国内産業で成長しているところも、実はもう外資が入っていて、これ、国内にある産業というよりも、外資の産業が日本がの安い人件費と土地代を求めてやってきてるに過ぎないってことなんですよね。ですんで、ある意味ね、日本が昔やっていたプランテーションの逆バージョンみたいなことが起きてるわけなんですよ。ですんで、日本人に大きく恩恵があるわけではなく、そして、今ね、利益を出している企業も、輸出還付金という単なるばらまきによってなんとか収益を維持している程度で、実際ね、事業そのものは空洞化しちゃってるわけですよ。そういうふうに左側の図が読み取れます。ですんで、これからますます日本円っていうのは安くなる傾向しかないんですよね。これに対策するにもっともっと研究開発の予算をつけたりとか、少子化を止めるために、とにかくね、日本人の人数を増やさないといけないってことなんですよ。ところが、今の政策ってのは30年間全く逆で、日本人が生まれてこないように、日本人の作っている工場が潰れるように、国内生産、もしくは、供給力が落ちるようにっていう政策しかしてないんですよね。その結果、右上なんですけども、堺市にある、半導体を中心とするね、薄型テレビ、つまりは液晶テレビの国内供給が今年で終わってしまうんですよ。これがどういうことかっていうと、2007年に世界の亀山ですからね、亀山工場、つまりシャープが世界中に液晶テレビをどんどん出していたんですね。ところが求められる画面っていうのは、当時の大型から今小型になってきてるんですよ。タブレットとかスマホみたいな液晶技術が必要なんですよね。そうなると今ご覧いただいているような図のように、大きなテレビ画面ってのはどちらかというと必要なくなって、受けているのが小さな画面、薄い画面、軽い画面、それでいて綺麗で性能が高いものなんですよ。そのために何が必要かっていうと、半導体なんですよね。でも、日本の半導体は、どんどん30年前から壊されていって、40年前から壊されていって、今日本で半導体を作る技術ってのはほとんどないんですよ。っていうことはね、画面も作れないし、半導体も作れないし、難しい仕事、職人の仕事はどんどん奪われてきてるんですよ。こんなことになってしまったわけですよね。そりゃ GDP もマイナス成長化しないよってことになりますよ。ね。ますます日本人の特徴であった海外から物を仕入れて、原材料を仕入れて、加工して世界中に販売して利益を取っていく、ね、利幅を取っていくっていう方法はできなくなってくるんですよ。もはや残されてるのは金融ぐらいしかないんじゃないですか。ね、お金を貸してそれで儲けるみたいなね。で、まさに対外純資産ってのは400兆円を超えて、日本ってのは世界一の金持ち国家になってます。これは過去の、余力と言ってもいいでしょうね。それをみんなして今のところ食い潰してる状態なんですよ。もう非常に暗い将来が待ってるなと思いますね。だからね、大きく政策を変えていただかないと、国内産業はこのまま、あらゆる業界がなくなっていくばかりで、私たち日本人は仕事を求めて海外に行くしかなくなっちゃうんですよね。だから、日本よりもオーストラリアやアメリカの方が給料が高いって話、よく聞きませんか？なんて情けないことになっちゃったんでしょうね。日本人の人件費が一番安いわけですよ。で、何をやっても安い仕事しかもう残されてないんですよね。半導体製造とか、小型の液晶テレビ、そして薄くてね、性能の高いものは日本人が作れなくなってきてしまったと。それを、経済産業省もあまりね、応援しなくなってきたっていう、そんな30年なんですよね。いや、本当暗い話しかないですよ。で、しまいにはやることがないから、あとは戦争の兵器を作るしかないよねっていうところに追い込まれてきて、武器輸出三原則ってのが大きくねじ曲げられてですね、大手企業、三菱を中心とした大手企業が作るミサイルや戦闘機が海外に売られるわけなんでしょ。で、海外に売られた戦闘機やミサイルがそのまま日本に対して使われる可能性もありますよ、これ。いや、恐ろしいことだなと思います。はい。そんなことがね、今回読み取れたかなと思うんですけどね。